自社転送は、中世、近世の公家政権に設置された役職。社寺転送とも、特定自社からの創生を、院天皇へ取り継ぐ転送。転送という語は、平安時代後期以後に成立しているが、役職としての成立は、鎌倉時代の後佐賀院世紀である。転送は、院や天皇に認じられ、関東申し継官干以外のすべての創生を、 扱っていた。だが、自社工業が盛んになった五伏見遠世紀以後、転送の職象の細分化が進み、国家的に重要な地位を占める、特定の自社との間の取り継ぎを扱う転送が設置されるようになる。伊勢神宮の神宮転送、鴨社の鴨の転送、延暦寺の三門転送、幸福寺など奈良の寺院を統括する南都転送などが設置された。 南北朝時代に入ると政務の実権が朝廷から幕府に移るようになると依然として任免は院や天皇が行っていたもののその職務は自社からの創生を受けて室町幕府及び将軍への取り次ぎを行う役に転じるようになるこれによって自社転送は幕府役職としての要素を合わせ持つことになるこれは一般民生を担当していた総転送が 関東文史次に代わって設置された武家転送の職へと変化していくのと気を一にしている。だが、応仁の乱後には、室町幕府の政治力は推移して、自社転送は再び院や天皇に取り継ぐ役に戻ることになる。江戸時代に入ると、武家転送の監督下の下で自社から創生を、武家転送を経由して、院、天皇、場合によっては、江戸幕府に取り継ぐ役職になる。ただし、 それまでの特定の重要な寺社に限定されず、中小の寺社や各宗派、教派からの創生を受けるようになる。ただし、門跡が置かれた宗派では、門跡経由で創生が行われ、中小の神社は吉田やもしくは白川家が取り次ぎを行った。さらに、江戸幕府の保護の厚い宗派の寺社転送は、武家転送の兼任として行われていた。ありがとうございます。